強豪校の生徒たちの将来ですか。私もアプリで一人だけ将来語られませんでしたからね。納得できません。ということで皆さんこんにちは、ホムホム相談事務所秘書の指導レミです。どうもよろしくお願いします。皆さんは将来の夢とかありましたか？私は用意されてませんでしたよ。残念です。お客さんですかね、どうぞ入ってください。やあ、皆さんこんにちは。一ノ瀬智也です。今日はよろしく頼むね。一ノ瀬さんですね、どうもよろしくお願いします。ところで今日の相談は何ですか？今日の相談は暁大附属高校のチームメイトたちが卒業後どうなったのか説明してほしいよ。9人もいるからね。一人一人しっかりと説明してほしいよ。わかりました。それじゃあ開始します。開始です。それではこれから暁大附属高校卒業後にチームメイトがどうなったのか、についての考察を開始させていただきます。まずは暁大附属高校の先輩たちをまとめてざっくり紹介させていただきます。暁大附属高校はパワプロ後に初登場した高校。パワプロ9にてシナリオ選択することができ、それぞれ1から9の名字、ポジションの名前を持つ先輩たちが9人いますね。その中でも一番年上の先輩は一ノ瀬先輩。それ以外の先輩たちはすべて怒りより一つ年上って感じですね。ああ、あいつの代表高校かと思いきや、あいつの先輩たちもとても人気なんだ。パワプロ級はこの暁大附属高校に支えられたと言っても過言ではないですね。オープニングの青春っぽさもこの級の魅力だよね。以上が暁についての説明でした。今回はその先輩9人の進路を考察していこうという話だね。まずは一ノ瀬先輩についてです。一ノ瀬先輩は変化球を4種類投げられ、コントロールがいい投手。打撃技術も優れており、今でいうと二刀流のような選手ですね。そんな一ノ瀬先輩の卒業後は、ヤクルトスワローズですね。パワプロ級のドラフト会議にてドラフト1位でヤクルトに指名されていますね。その後にパワプロ11の日本代表編にも登場しましたね。続いて一ノ瀬さんのバッテリーである二宮瑞穂。二宮さんは捕手としてもそうですが、打者としても優秀。少し突っ張った性格をしており、野球に対しての熱はめちゃくちゃ熱いですね。そんな二宮さんの進路は、一ノ瀬さんと同じヤクルトスワローズです。パワプロ級の2年目に、二宮さんもドラフト1位でヤクルトスワローズに入団することになります。もちろんその後のパワプロ11の日本代表編にも登場。日本代表編では一ノ瀬さんと一緒に登場しますね。そして友情タッグを組むことで一ノ瀬さんの妹と結婚することが判明。暁で結婚したことがわかる唯一の人物ですね。続いて三本松はじめについてですね。三本松はチームで一番パワーのある人物。後で説明する七井アレフトとライバルであり親友という設定がありますね。そんな三本松はじめさんの進路は、首都体育大学へ進学しますね。パワプロ11にて大学進学したことが明らかになりました。へえ、まあ三本松もバーベル上げめちゃくちゃやってたからな。そして卒業後、体育教師になりますね。パワプロ13にて立花瑞希たちに指導しているイベントが存在しています。なるほど。まさかこうやってパワプロの歴史が続いているとは。続いて余剰健二です。余剰は一ノ瀬の引退後キャプテンに任命された人物。分析力に長け、PC で様々な選手の情報を収集。物事を冷静に判断でき、まさにキャプテンにふさわしい人物ですね。そんな余剰さんの進路は展開によって分かれることになります。まずは友情タッグを組んでいない場合の進路。友情タッグを組んでいない場合、余剰さんは、そのまま大学に進学し、医師の道を目指すことになります。頭もよく分析力に長けている。IT 系かなと思いましたが、お医者さんになるんですよね。じゃあ友情タッグを組んでいるパターンは？友情タッグを組んでいる場合、なんと余剰さんは獣医の道を目指すことになります。なぜならパワプロ級友情タップイベントで余剰は、妹のスミカの影響で犬を飼うことになります。その犬をスミカより溺愛。そのまま動物が好きになり、獣医の道を歩みます。ちなみにパワプロ11では大学を卒業後獣医になったことが判明。獣医になったのが余剰さんの生死ですね。なるほど。まさか獣医になるとはね。余剰も意外と影響されやすいのかもしれないな。続いて五十嵐ゴンゾーさんです。五十嵐さんはナンバーワンの強肩を誇りますが、エラーしやすく、三振しやすく、送球が下手。なかなかのバットステータスを持つ人物ですね。そうなのか。ちなみに加藤先生のことが好きという設定もあります。ということで、五十嵐さんの卒業後ですね。
五十嵐さんは卒業後官僚大学に合格し、パワプロ11でお医者さんになります。その際に加藤先生に告白したのか、しなかったのかは、まだパワプロシリーズで語られていませんね。医者になったのか、友情を組んでいなかったら余剰と被ってしまうな。まあ、五十嵐さんの過去を知ると医者になれたのは本当に良かったと思いますよね。ああ、本当にそうだな。続いて六本木勇気。先輩の中では最も穏やかで優しく、守備に関しては芸術の域に達するほどの職人レベルの技術を見せるといった、素晴らしい野球センスをしています。そんな六本木先輩がどこに行ったのかというと、なんと持病を完治させるために渡米します。実は六本木先輩、体が弱く、友情タップイベントなどで時々座り込んでしまうことがありました。そんな六本木先輩はパワプロ11で持病を治し、アメリカのレッドエンジェルス傘下の球団でプレーしていることが判明。その翌年翌年にはメジャーデビューが期待されているという情報がありましたね。まさかアメリカに行っているとは。六本木は守備でも驚かされるな。続いて7位アレフトさんです。7位さんは先ほど説明した通り3本松のライバル。全方向へのホームランを打てる選手であり、3本松とは違い飛距離はありません。だけどホームランを全方向に打てる方が点数になるので、7位さんの方が優秀な気がしますね。そんな7位さんの進路は、3本松はじめと共に首都体育大学へ進学。彼と共に体育教師になりますね。ふ、あの二人らしいな。もちろんパワプロ13にも登場。立ち絵がないのは残念ですが、この登場にシリーズファンはテンション上がりましたね。続いて八嶋あたるです。八嶋さんは暁一の俊足。見た目は子供っぽく、楽しく野球をやることをモットーにしており、野球という全てを楽しんでいるキャラクターですね。そんな八嶋さんの進路は、なんと記者をしているとのこと。足の速さを生かして何でも追いかけまくる。ある意味転職かもしれませんね。あいつが猛スピードで近づいてくることを考えると怖いな。続いてつくもそらさんですね。なかなかのキラキラネームですね。まあいいんじゃないか。つくもさんは口に加えた葉っぱがトレードマーク。関西弁で、そよ風高校に所属しているアバタさんと同じ中学出身ですね。そんな彼はアバタさんと同じ近代学院大学に進学。大学卒業後は居酒屋の店長になっていることが判明しているね。へえ、居酒屋の店長か。大学を出て居酒屋の店長とは、何かあったんだろうな。以上が暁大附属先輩たちの卒業後の進路でした。なるほどね。暁大附属からいろいろな舞台で活躍している後輩がいる。それを知れただけでも僕は嬉しいよ。そうですね。パワプロアプリに過去作の暁大附属が出た時は驚きましたが、まさかの全員同年代だった時は驚きましたよ。まあでもそれがパワプロらしさってところだろうな。ですね。もし登場する機会あったら、ぜひ家庭用パワプロに登場待ってますよ。ということでまとめいきますよ。暁大附属高校の先輩たちは一人一人の地の作品で伏線回収されている。一人一人がそれぞれの卒業後の進路を歩んでいるという感じですね。なるほど。一人一人自分の道を歩んでいる。暁大附属高校に所属していたからこそ、どんな苦難も突破できる。暁の歩んだ道は間違いなくこれからも生きるだろうな。学生時代の辛い経験は大人になって生きてくると言われますが、それは本当かもしれませんね。私たちも吹奏楽部と合宿で辛い日々を過ごせましたが、その分絆は深まったような気がします。今でも暁の効果を思い出すことができる。今思えばたったの3年間。いや、正確には2年と4ヶ月くらいか。高校時代の3年間は何よりも濃く感じるな。一ノ瀬さんはそうかもしれませんね。ああ、それじゃあ失礼するよ。いやー、正直一ノ瀬さんかっこよくてドキドキしてしまいましたよ。夢を求め続ける男、憧れます。ということでこの動画を終了させていただきます。それでは、さよなら。